ガイテン・モルボ、ルイ・ベルナール・ギトン・ド・モルボーは、フランスの科学者である。化合物の体系的な命名法を作ったことなどで、知られる。ディジョンで生まれた。ディジョンの地方議会の判事や顧問弁護士を務めた。1773年に、科学への興味を持ち、伝染病防止のための建物の消毒に、塩化水素や塩素ガスを使って燻上することを、提案した。 1782年に法律の仕事を辞め科学の研究に専念しアンシクロピディメチディッヒの作成に参加し科学の工業的な応用に尽力したガラス鉱物学会を設立した1782年に化合物をその成分元素から命名する命名法を提案した1783年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に 選ばれた。科学の工業への応用の業績には、当時の高温の温度指標であった、ウェッジウッドスケールを補正したことや、コークスを使用する中鉄の精錬や、ディジョンでの硝石の生産を組織した。1784年には、気球の飛行も試みた。革命期には、1790年にコートドール県の行政官を務め、1792年に、 立法議会に議員として選ばれ、ナポレオン時代の国民議会にも議員として参加した。右翼のメンバーであったが、国王類16世の処刑に賛成した。銃器の製造や気球部隊の編成に力を注ぐために議員を辞職した。1793年4月6日から7月10日までに公安委員会の委員を務めた。 1794年6月26日のフリュリュスの戦いに自ら気球で飛び、他の戦いでも気球部隊を支援した。エコールポリテクニークとエコールド・マルスの創設者の一人で、エコールポリテクニークの鉱物学の教授となった。1795年11月20日に科学アカデミーの科学の主要メンバーになり、1807年には科学アカデミーの会長となった。 1811年に最初にフランス帝国の男爵に除せられた。1802年に空気を非感染的にし、電線を防ぎ、蔓、ま、延を停止せしめる方法についてという論文を書いている。中川米蔵意と体の分割子に抜粋があるが塩酸を消毒に、使うのを提案したのは流行病の原因を空気の腐敗に由来すると考え、腐敗現象に見られる。 アンモニアの発生は塩素によって中和され、消毒されると考えたとされる。ウィキメディアコモンズには、ルイベルナール・ギトンド・モルボーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。